で、こういうの、まのみやの時とも半額だったので、ま、麻婆豆腐を、ま、使ってみたんですが、こちらですね。こういう風になって、これで電子レンジで温めて、ご飯の上に、ま、かけると。いいですよと。いう感じで、うん。かけてみます。いただきます。うん。あ、すでに、このピリ辛感がいいですね。最初の効いた。うん。いい感じね。うまそう。うん。なんとも言えず、いい味だね。で、この、うまみと、うん。最初のいい辛さが、なんとも言えない良い味わいで、うん、これはご飯食食合いますね。この辛さはなかなかのもん、なかなかの辛さだけど、これはまたね良い辛さの味っていうのをさーっとこう生んでいてね、それがねいいなと、だったかもしれない。あ、いい感じかなと。森沢よりも奇妙な物語を知っているかしら。それも奇妙に知ってるぜ。良い感じだなという感じでね、うん、結構な味わいと、うん、いい味わいがね、いいなって感じです。どうもありがとうございます。